阿弥陀羅の広臣です、これまで活動というものを、目に見えて活動というものはしてこなかったんですけど、これから2009年に向けてボーカリストとベーシストが新しく加わってまた飛躍的に活動しようと思っているんで、チェックしてください。 Thank you。